全国障害年金パートナーズの動画。こんにちは、障害年金コンサルタントの宮里です。私はよく外でブログやメルマガの記事を書いています。一番多いのがスタバですが、タリーズやドトールといった他のカフェやモスバーガーやファーストキッチンといったところでも記事を書いています。その理由としては、周りの人の雑談が思わぬ記事のネタになるからというのもありますが、もう一つ理由があります。それは、変な人を見た時に反面教師にするというものです。カフェなど人が多く集まるところではいろんな人が来ます。ほとんどの人はマナーを守って楽しく過ごしていますが、一部には困った人もいるのです。少人数なのに複数のテーブルをつなげて使う人や、隣の椅子に自分の荷物を置く人なんかはよく見ますよね。先ほど私はファーストキッチンでお昼ご飯を食べていたのですが、隣の席で騒いでいる小学生がマニキュアを塗っていました。おしゃべりで多少声が大きくなるのは構いませんが、食事をするところでマニキュアを塗るとどうなるでしょうか。あの独特の匂いがすごいのです。ちょっと食欲が失せてしまいました。この光景を見て私はこう思いました。自分はマニキュアをしないぞと。まあ私は男なのでマニキュアを塗ったことはありませんが、何が言いたいかというと、人の振り見て我が振り直せということですね。世の中には他人に不快な思いをさせてしまう人がいます。私はそれを非難するだけの人間にはなりたくないのです。せっかく良い反面教師がいるのですから、そこから学んで自分を成長させたいのです。自分が感じた不快な行為を他人にしないようにするだけです。人の迷惑行為を見て怒りをあらわにしたり不快感を覚えるだけでは精神的に不健康です。せっかくですから人の迷惑行為から学んでいきたいのです。そうすればちょっとずつ素敵な品格や人格が身についていくはずです。そんなことを考えながら動画を作っている今日この頃です。うつ病で経済的不安を感じている人は、魔法の靴とうつ病になったティラノサウルスという動画をご覧ください。あなたの不安解消につながるはずです。またあなたのうつ病で障害年金を受け取れるか、私たちが無料で判定しますので、画面右上のリンク先からお申し込みください。